昨日行われた豊田市の市長選挙で4期目の当選を果たしたのは、無所属で現職の太田俊彦さん、69歳です。3期12年の経験、しっかり踏まえまして、この4期目、この4年間、全力で市政に当たりたいと思います。どうか今後とも皆さんよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。これまでの豊田市長選は、市議会の自民系会派と豊田労組系会派、それに地元財界が候補者を一本化してきましたが、今回は労組系会派が太田さんを、自民系会派が無所属で新人の鈴木雅弘さんを支援し、自民・労組の相乗りが半世紀ぶりに崩れた選挙戦になりました。その中でも太田さんは3期12年の実績と知名度を生かし、新人の鈴木さんとの一騎打ちを2300票余りの差で制し、4期目の当選となりました。今回の投票率は 46.31% で、前回を 9.75 ポイント上回りました。